私の名はキロヨシカゲ、年齢25歳、自宅は東京都の住宅地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、上司や同僚との距離感がつかめず、日々の気苦労にだいぶ参っている。今日もあまりよく眠れなかった。それに奇妙な夢を見ていたような気がする。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。趣味に打ち込んでいない限り夜2時には床に着く。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くが、ここのところ起きているのか寝ているのかよくわからないような日が続いている。というのも私には心当たりがある。会社での人間関係のことだよ。私の悪口を言って、やめとけやめとけ、ランチへ誘ってくれた新入社員の女の子たちへ悪い噂を流されたりするじゃないか。私が会社で口数が少ないからといってそんなこと許すと思っているのか。甘いぞ。東京都の安区で20代の女性が2名行方不明になっています。事件の関連。私は平穏な人生を送ってみせるよ。一体これは、あ、思い出してきたぞ。そうだ、私は釣りをしに来たかったんじゃないか。おい、まさかこいつはキラークイーンなんじゃないか。感覚でわかるんだが、こいつは紛れもなくキラークイーンだ。釣り竿の姿になってしまっているぞ。こちらは、君も来ていたのか。恥ずかしいところを見せてしまったね。待たせてしまってすまない。釣り場へと向かおうか。今回私はヒラメやマゴチといった肉食魚を狙っていくよ。仕掛けにはマルチオフセットと中通しを盛り、餌にはイカとサンマを使っていく。と言ってもこれらがどういうものかわからないだろうからね。私が説明してあげるよ。例えばこの重りがシアーハートアタックだとする。重りは沈んでいい、そこまでつく。海底をこすりながら餌と針だけを浮かして進んでいく。その目立った動きに気づいた獲物は見事釣り上げられる。といったように釣りをしていくことができるんだ。しかしだね、大型魚ばかり狙っていたって何も釣れないことだってあるからね。私は保険としてこのサポートフックを使っていくよ。小魚だって逃がしやしないよ。せっかくだがね、キラークイーン本体のベルトは外させていただくよ。万が一にでもスタンドを失ってしまってはたまらんからね。まずは探りを入れてみるとしよう。キラークイーン、なかなか遠くまで飛んでいったな。どれ、少しずつ糸を引いてみるとするか。海底には岩や海藻が多く、シアーハートアタックがうまく能力を発揮できていないようだな。あの辺りを狙ってみるか。しば！やや左にそれたが、まあいいだろう。待て、すでに当たりがあるぞ。くっ、すぐに外れてしまったようだ。まあ
いいさ、フグのようだったからね。餌をつけ直してもう一度やってみるとするか。今度は手前の岩の裏あたりなんかを狙ってみるとするか。いかにもなんかいますよっていう感じがするからね。ふっ、なんだこのパワーは。逃がしてしまった。私の推測するに、あのパワーの持ち主だ。大きな口を持った肉食性の魚に違いない。大きくて目立つ餌に強力な針、小さな魚も逃さない。針をもう一つつけて仕掛けていくとしよう。いいかい、君はすでに始末されてしまっているんだからね。キラークイーンは君にすでに触れている。私に釣り上げられるか爆破されるか、君の好きな方を選ぶといい。キラークイーン、よし、引き上げろキラークイーン。ウツボか。いいや、違うな、こいつは銀ポの類だ。待て、一匹針から外れてしまっているんじゃないか。まずい、道具も置いてきてしまった。なんとかここを収めなくては。ふう、道具がなくて少々焦ったが、なんとか捕まえることができたよ。あのままじゃかわいそうだ、急がなくては。何、蓋を閉めたというのにあそこから抜け出したというのか。大したやつだよ君は。すぐに楽にしてやる。君も入るんだよ。君の名を聞かせてもらえないかい。大南銀歩か。気に入ったよ。確か君は銀座や麻布といった小切れな日本料亭なんかで一級の天ぷら食材として出されるんだったよな。2匹も釣れるなんてね。やはり運はこの黄色ヨシカゲに味方してくれているんだ。まだまだいるかもしれないからね、もう一度同じ場所で釣ってみようか。恥ずかしい話なんですが、その実はさっき釣った銀ポが今まで釣ってきた魚の中で一番大きな魚だったりしてね。おっと、やはり食いついてきた。まだ仲間がいるようだ。君を始末させてもらう。どうだ。おっと、また途中で落ちてしまったようだ。しかし仲間が釣られているのにもかかわらず降ってきた餌に食らいついてしまうとは。君もまた生まれ持ってきた佐賀には逆らえない太刀なんだね。つくづく同情するよ。ということはない、そこにもう一度餌を落としさえすれば。キラークイーン、たやすく釣り上げられるということだよ。こんにちは、君も一緒に入ろうか。予定とは随分と違う釣りになってしまったが、3匹も釣れればまあいいだろう。早速調理していこう。今回は味を見るため素揚げと塩焼きにしていくよ。まずは塩をかけてぬめりを取っていくよ。不快な匂いの原因になったりするからね。大南銀歩には鱗はないが、包丁の刃を立ててやるのもぬめり取りにはいいだろう。かわいそうだが頭を外して内臓を取らせていただくよ。
内臓を取り出せたら背骨のところにある血合いを傷つけて中をかき出していくよ。よし、だいぶ綺麗になってきたな。ここからは包丁でさばいていくには少々難しいからな。ハサミで少しずつ開いていくとするよ。綺麗な身だ。しかしまだ背骨が残っているからね。早いところ外してしまおうか。骨と身に分けることができた。次は火の準備をしていこうか。おおと思ったんじゃないか。全くつかなかったからキラークイーンに着火してもらったよ。よし、なかなか強くなってきた。塩焼きの準備の方も進めていこうか。こちらは非常にシンプルだよ。あらかじめ内臓だけは処理しておいたからね。こいつに串さえ刺せば完了だよ。いい感じなんじゃないか。そろそろ塩焼きは反対面を焼いていこうか。素揚げの方はすでに美味しそうな見た目になってきているな。アナゴの天ぷらのようなふかふかで弾力のあるいい身質も排出先から伝わってくるよ。骨もスナックのようにカリッと揚げさえすればおつまみのようでたまらないだろうからね。一緒に揚げさせてもらっているよ。早いところいただきたいところだが、寄生虫なんかも気をつけなくちゃいけないからね。おいおい、そんな目で私を見ないでくれ。私だって我慢してきて。いや、限界だ。食うね。まったくいけない子だ。まるで銀座の料亭ののれんをくくったかのような気分だったよ。口を近づけた瞬間から上品な香りが押し寄せてきた。食感もふわふわでたまらない。ただの素揚げだというのにまるで天ぷらにしたかのようなこの高級感。正直言ってかなり疲れていたがね。笑みがこぼれてしまったよ。さて、塩焼きの方もいただいていこうか。濃くしていて焼き加減も味も悪くはないんだが、なぜか素揚げよりも嫌な匂いがあるぞ。この辺りも身も汚いと言ったことはないんだが、特に個体としても同じ群れのやつを取ったからな。大きな差はないはずなんだが、やはり天ぷらの種として古くから提供されてきた歴史がある以上、揚げていただくのが最も美味しい食べ方ということなのかもしれないね。それにしてもこれほどまでに有意義に休日を過ごせたのも久しぶりだよ。ところで、平行世界というのは君は知っているかね。以前出会ったアメリカ人から聞いたんだが、自分と似た形をしていながら中身が全く異なる人間がこの世界には存在しているらしい。例えばとある男は標準世界では恐竜のスタンド能力を持っているが、平行世界では
時を止めるという能力を持っていたそうだ。そしてなんとも気に食わなかったが、このキロヨシカゲの世界は標準世界ではないらしい。無数に広がる平行世界の一つに過ぎないと言われたよ。ひょっとしたら私にも私とそっくりなやつがいるのかもしれないな。しかしだ、またやってきてしまうというのか。月曜日がこんなにも充実感ある平穏な時を過ごせたというのに、なんてひどい気分なんだ。吐き気がする。ありのままの自分で生きるというのが私の社会に対する姿勢であるというのに、何からの評価のために気苦労やトラブルに悩まされるクソったれの平日がまたやってきてしまうじゃないか。なんだ気楽に